お待たせ。寒。どうしたの？えらく盛り下がってんな。ここ最悪のロケーションなのよ。トイレトイレっと。匂うね。まあとりあえず乾杯でも。さすが先生、気が利きまんな。ほら、僭越ながら幹事っちゅうことで、不肖池澤金之助が温度取らせてもらいます。皆さん乾杯。本当寒い。イリア君、なんなんや。なんでイリアがこんなところや。なんだよイリア、どうした。あれ、 F 組の。まさか A 組もここでやるなんちゅう。残念ながらそのまさかだよ。やだ、 F 組なんかと一緒なんて。よりによってかよ。なんやお前ら、 F 組なんかとはなんやねん。でもこんなところでまた会えるなんて、もしかして私の今日はまだ終わりじゃないのかな。優秀な君たちへの感謝とねぎらいを込めて、今日は私のおごりだ。みんな思う存分楽しんでくれ。この微妙な段差が嫌な感じよね。なんとなくなんか格付けされてるみたいね。ねえイリア君、うちの大学行くって本当？ああ絶対東大だと思ってたのに。それなら私もエスカレーターで上がればよかった。何よあれ、イリア君ってば。イリア君ってな。ちょっと何、見えない。キーちゃん。Ladies and gentlemen、 皆さん、今宵は金之助オンステージにようこそ。では聞いてください、Kotoko My Love。 1,2,3,4。 わしは Kotoko が好きや。キーさん、出会えたことに感謝や。キーさん、Kotoko もわしが好きや。Kotoko さん、だから二人はハッピー。 Kotoko さん、桜舞い散る春、二人は出会ってもおた。神様のいたずらかな、Kotokoに一目ぼれ。これってまさか二人は両思いだってこと？やめて。なんやKotoko、照れんなや。わしの愛の叫びはまだまだあんねやで。まだ続くの？せっかくの料理がまずくなりそうだな。なんやと、イリア貴様。誰やねんこんな時に。おお大将。おお金之助。はい。こんな日に悪いんだけどよ、お前今日店に出られねえか。実は店の奴ら揃いも揃って風らしくてよ。わかりました、ほらすぐ駆けつけます。さかい、すまんことこ。お父さんがわしだけが頼りやて。二人の明るい未来のためにわし行ってくる。ほな。なんだったの？本当にね。今の生徒は確か進学せずに就職したとか。それがどうした。いやいや別に何も。彼はいち早く社会人として旅立っただけで、決してバカにされる筋合いはないぞ。そうだそうだ。まったく揃いも揃って。だいたいこの F 組にはうちのクラスの一番優秀な生徒の邪魔ばかりするのがいるそうですな。噂では東大に行けなくなったのも彼女のせいだとか。先生。ん？そいつのせいじゃないですよ。しかし入江、俺がこんなバカのために人生誤ったなんて言われたら、その方が屈辱ですね。ちょっとバカとは何よ。事実だろ。それはそうだけど、でも人間頭が良けりゃいいってもんでもないでしょ。一番大事なのはハートよ、ハート。そういうセリフは頭のいいやつが言ってこそ説得力があるんだぜ。何よ、入れくなんていつもいつも意地悪冷血男。その冷血男を好きなんだろお前は。そういえば相原さんって入江君にラブレター渡してなかったっけ。ああそうそう、受け取ってもらえなかったって。すごいチャレンジャーよね。無駄に勇気があるっていうか。無駄ね、確かに。
無駄って、私の3年間の思いをひどい、ひどすぎる。そう、入江君の気持ちはよくわかったわ。そこまで言うならこっちにも考えがあるんだから。なんだよそれは。ね、これよ。誰あの女の子、かわいい。お前これなんで。皆さん、これはなんとここにいる入江君の小さい頃の写真です。うわ、見せて。何これ。このおばさまからもう一枚もらって。来い。ことこ、なんかやばい。やだ、離してよ。何するのよ。何を何する気。派手にやってくれたな。すごんだって怖くないんだから。私が入江君のこと好きな気持ちをみんなで笑いものにして、だからやり返しただけだもん。もう私やめる。入江君のこと好きなのやめる。へえ、そんなことできんの。できるわよ。入江君の性格なんて嫌ってほど分かったもの。卒業と一緒に片思いも全部リセットしてやるんだから。ふん、忘れちゃうんだ俺のこと。そうよ、あなたなんか忘れて大学行ったらすぐ。じゃあ忘れてみろよ。ざまあ見ろ。私、入江君とキスしちゃったよ。